昭和36年梅雨前線豪雨、通称36災害は、1961年6月24日から7月10日にかけての大雨による災害。特に、長野県南部の稲谷など天竜川流域に、氾濫や土砂災害による甚大な被害を与えたことで、知られる。1961年は6月9日に、梅雨入りしたが、実際は、降天が続き、 からつが心配される状況であった。23日頃から熱帯低気圧の北上に伴い、梅雨前線もようやく北上、活発化し、東北から九州までの広い範囲に雨が降り始めた。当初は恵みの雨ともみなされたが、24日から本州南岸に停滞した梅雨前線は熱帯低気圧から発達した台風号の接近に伴い日頃より、 四国、近畿、東海、甲信、北陸、関東各地の44都府県に大雨をもたらした。6月末から7月初めに一旦弱まったものの、7月3日から5日にかけて東北や九州にも大雨を降らせて、その後ようやく収束した。全国の被害については、消防白書による。 三重県大瀬市では6月26日に飛行水量432.4ミリを記録している。死者については、長野県の134名を筆頭に、神奈川県で56名、兵庫県で41名などだが、これらは横浜市や神戸市で住宅造成地の斜面などが崩壊したことによるもので、同年に宅地造成等規制法が成立する要因ともなった。 6月27日、飯田市では、当時の6月の平年降水量230ミリを、はるかに超える、降水量325.3ミリを1日で記録。下稲郡西内寺村では飛行水量587ミリに達した。これまでの雨で天竜川とその支流には、崖崩れや土石流などにより大量の土砂が流れ込み、支流からの一水が、本流の堤防を、 反対側から破壊したり、本流の川床が急激に浅くなったために、各所で水が堤防を超えるなどの事態となった。飯田市などでは川に流れ込んでいた流木が、下流の決壊場所から市街地に流れ込んで被害が拡大、飯田盆地の広範囲が水没した。6月29日午前9時10分頃、下稲郡大鹿村の大西山が、 当時は山裾を流れていた小渋川に向かって山体崩壊し川の水を巻き込んだ土砂は一瞬にして対岸の集落を飲み込んだ。崩落範囲は高さ450メートル、幅280メートルで大量の土砂の突端は現在の国道152号を超える付近まで到達したという。この崩落により田畑や文教場などと共に39個が土砂に飲まれ、 死者42名を出した。またそれまでの豪雨によるものも含めると、大鹿村だけで500個以上が被害を受けた。稲谷では、飯田市や駒金市など都市部だけでなく、大鹿村、高木村、高森町、豊岡村、中川村などにおいて、非常に大きな打撃を受け、全戸集団移住により、集落が廃された地域もあった。ありがとうございます。